はい、ではあの、えー、模擬事業ということで。 えっと人間総合理工学科の模擬授業をこれから始めたいと思います。で、今日はあの模擬授業の中で三つ皆さんに、えー、お話ししたいんですが、まず一つ目が学科の紹介ですね。人間総合理工学科ってこう文字だけ見ると人間が総合に理工学をするってよく分かんないですよね。なので今日はあのその学科の紹介をまずやって、二番目に自分の紹介をしたいと思います。まあ自分の紹介の中でえっ、ー、と私の専門水なので、まあ水と人間総合理工学科どういう関係があるか、どういうことをやっているかということについて。 で紹介します。で三番目が、えー、学科卒業生修了生のまあ進路についてお話ししたいと思います。では、えー、よろしくお願いします。まず人間総合理工学科ってどういう学科というと、えー、学科の理念は、えー、これねすごく大事な学科の理念ってすごく大事で、えー、まず読むと人間をキーワードとした分野横断型の学びを軸に社会が抱える問題の解決に貢献する 新時代の理工学を展開するということで、かっこいいですよね。これね、新時代の理工学を展開します。しかも、人間をキーワードとした分野横断という、この三つのね、キーワードが、えー、とっても大事になります。 で学科の中には4つの分野があって、まあ、1つがですね自然と調和した、えー、都市を、まあ、作ろうというのがまあ1つ目で2つ目は持続可能な社会を作りましょうということが2つ目で3つ目があの人間の思考とか行動とか、まあ、そういうのを、えー、測りましょうというのが3つ目で4つ目が人間の命とか健康 クオリティオブ・ライフっていう専門用語があるんですがこれを向上しましまょうというのが4つ目です。こういういことをやるためにいろんな基礎科目を学んでこういう社会を実現しましょうとでその中心には人間がいますというのが人間総合理工学の目指すところですね学科の理念ということになります。 でその理念を実現するために、えー、こちらにリストに挙げたように8人の先生がいます。これ私です。はい。あの自己紹介してないんですが山村と申します。山村です。水代謝システム水の研究。 でシュテファン・フォーテス先生ドイツ人、日本語ペラペラのドイツ人ですね、えー、と景観・環境科学研究室、緑の専門ですね、あとは、ダン先生、応用認知、脳科学、脳の先生もいます、あとは原田先生、都市生態学研究室ということで、都市の環境の先生ですね、都市計画の先生です。あとは畑野先生 環境エネルギー研究室エネルギー特に火の研究室ですねで大橋康夫先生生物統計学研究室、まあ、健康科学の先生あと小嶺先生生命健康科学研究室ということで人の命を守るライフセービングの研究あとは保全生態学研究室の高田先生は人と生物の関係を研究している先生8人の先生が人間総合理工学科にはいます でそれぞれの先生が結構ですね SDGs に関係する研究をみんながやっていて複合的にです、ね、問題にこう取り組むといったことを非常に重要にして研究をしてますでここからがポイントですじゃあこの学科に入ったらどういうふうにまあ勉強するかっていうのがカリキュラムを絵で表してます、ね、この絵を見るとまあどういうふうな勉強をするかって分かります でまず皆さんは1年生の時にこのね基礎共通,共通基礎必修科目っていうのを勉強することになりますここはね全ての分野に基礎となる科目を勉強するわけでまた選択科目も基礎の選択科目もここにありますできっちりともうこの基礎を皆さん、えーね、学習してもらった上で専門の基礎必修科目っていうのを勉強していきます で先ほど挙げた4つの分野についてみんなは勉強していくわけなんですが物質エネルギー生活環境知る測るスポーツ健康というそれぞれの専門を勉強してさらにこれはどういうことかというとこの4つの分野が横断した科目もあります。 例えば、まあ、物質エネルギーと生活環境が横断したような科目もあるしこの物質エネルギーとスポーツ健康科学が横断したような科目もあります、まあ、そういうことを勉強することで、まあ、専門分野のですね横断的な学習ができるようなカリキュラムになってます。で、えー、とあとは、まあ、高い専門性もっともっと高い専門性を習得するために専門の選択科目もあります。こ、ま、こ、あ、こういういととを勉強することで、みんなが4年間、えー 勉強することで幅広い知識の習得と知識をこうネットワークにできるというようなカリキュラムになってますで、まあ、勉強するだけでは頭が硬くなってしまうのでこの勉強してきた分かったことを実際にね使ってみるような授業もたくさんあります。これが人間総合理工学演習12とか、まあ、実験実習科目というものになります。 実際にこのね人間総合理工学演習では1年かけてプロジェクトベースドラーニングっていう問題の発見と解決を皆さんが主体となってやるような授業も準備されています。これ三年生の時に勉強します。まあ、こうすることでえっとこのね知識と技能が結びついた非常にこのね幅広い知識を使って問題を解決できる人材というものを目指しています。 ね、なので私は物質エネルギーだけっていうんじゃなくて幅広い分野を学習するということがこの学科ではとっても大事なことになっていますねこれがまあ,あのその学科の,その、えー、とカリキュラムに応じたこの科目群になってます、まあ、1年生2年生でね、えー、と専門基礎必修科目があったり、えー、共通基礎必修科目があるというふうになっていますこちらが専門科目ですねになります えと選択専門科目、5番はこちらですね、あと共通専門科目、4番はこちらになります、あとは基礎選択科目っていう2番がこちらになるというふうに、まあ、それぞれ、えー、サポートするような科目がこういうふうに配置されているということですね。はい、でじゃあ、人間総合理工学演習って何をやるか、3年生の時の実習の内容なんですが、これ、ちょうど先週やった内容です。で皆さんが、まあ 皆さんがというか学生がどういうことを勉強してきたかといったことを、えー、まあ今オンライン授業中なのでオンンラインでこういうふういふに実習をえ開催してます、ねえー、っと人8人先生がいるんですが8人の先生からまあいろんなキーワードが出てますよね。 でこういうことを組み合わせてまずは問題をこの世の中で、えー、分野横断的に解決しないといけない問題を発見してでそこから、えーまあ、ロジカルにですね、えー、皆さんが解決する方法というものを提案していただいてで、えー、みんなでそれをブラッシュアップしていくというような事、えー、業を現在、まあ、開催しているということになります。ここままででで人間総合理工学科だいたい分かりました最後に、ね、ちょっと就職の話ががあるんですが 続いてじゃあ自己紹介に行きたいと思います。はい、で私の名前はあの山村と申します。ね。これ似顔絵あの誰かが描いてくれた似顔絵です。はい、で、えっと、私の出身は、まあ、うどんといえばといえ,えばどこですか香川県ですね香川県になります。で香川県のここでまあ育ったんですけど、えっと、当時香川県はすごく渇水があって。 で水ってすごい大事だなと思ったので、まあ、水の研究を今やっていますなので私は水あの人間総合理工学科の中で水の研究ですね水を扱う研究をやっていますでこれが私の能力なんですが、まあ、水環境水処理っていうのをまあメインでね今大学で教えてますで発明とか企業が得意でですねあとは科学技術コミュニケーターっていう資格も持ってます あとはまあ国会議員のシンクタンクであったりとかまあ水の会議が世界のやつがあるのでそのアジアの代表とかですねまあこれまでいろんなことをやってきました部活はですね吹奏楽部ですで研究は2本柱があってまず1つがまあ途上国のインフラの研究ですね水途上国すごく大事ですあとは先進国もあのたくさんまあ問題点問題点があります かつ、まあ、地方創生というこの3本柱で今私は研究をやっていますまずね途上国のインフラについてちょっとお話ししたいと思いますで今私ねこのウォーターエイドっていうところの、まあ、理事をやっていてこのウォーターエイドっていうのはチャールズ皇太子がですね、えー、代表だったところですね、えー、と NGO の団体になります世界の NGO の団体ですでその NGO ウォーターエイドが目指すところって全ての人々が 清潔な水と衛生を利用できる世界を目指すというのが理念なんですねで、このファクトとして何でこういうことを目指しているかというと10人に1人が今清潔な水を利用できない今ですよ皆さん生きている今ですあと4人に1人が適切なトイレを利用できないとか1分に1人が水で命を落としている現状があります なので、まあ、こういうことを解決するためにどうしたらいいかといったことを、まあ、サポートしていくのがこのウォーターエイドの役割なんですね。でここで、まあ、ウォーターエイドの紹介ではなくて皆さんにクエスチョンががあありりまますす、ね、今トイレのない国があります例えば、まあ、インドネシアが私がよく行っている国なんですがインドネシアのジャカルタとかバンドンとか、まあ、主要な都市にはトイレはあるんですけど田舎に行くとトイレ自体ない国ない地域があります。 でトイレの概念もないそこにトイレを普及させるためにはどういうふうにしたらいいでしょう、ね、これすごくあの難しい問題ですっていうのはじゃあトイレ皆さんが持っていきました、ね、持っていってこれ使ってくださいって言うけど普段毎日トイレを使わない人って何でトイレまで行かないといけないのとか何でお金払ってまでもトイレを買わないといけないのとか。 お金払ってまでも大,大切な水をトイレのために使わないといけないのっていうふうにクエスチョンが出てきます。どうしますかこれどうやって解決しますかこれが結構ね難しい問題でさあみんなで考えようというのが演習のトピックになったりします。ね、で実際のところこれトイレの問題ってすごく多面的でまずは住民合意しましょうとかトイレをつけるっていうこと自体みんなでね、えー、合意しないと進みません。 とかえっとじゃあグリーンで何とかしましまょうグリーンっていうのは今皆さんが使っているトイレではなくてもう少し自然を使ったトイレにしましょうとかそういうじゃあ下水道入れてみますかって都市計画であったりとか病気にならないように健康科学の面で言ったりとかじゃあ出したトイレのゴミはどうすんのかエネルギーにしましょうとかでも最終的にこれ実は答えが答えがというかインドネシアの場合は答えがあってどうやってこれを広めたかというと。 これ国連のユユニニセセフフががかかってますすマスコミでで広めたんですね実はかん簡単ではないんですけどあの有名人がですねあのトイレに行ってでトイレみんな使おうよって言ってそれ一発でですねあのめちゃくちゃ広まったというようなこともあるので実際にねトイレ大事だよこんなん大事なんでみんなちゃんと使わないといけないよっていうよりも。 一発で,です、ね、皆さんの脳の中にバシーンと芸能人がトイイレナイスだよねってこういうふうに問題を解決する時って多面的に見ないとなかなかうまいこといかないことがあって、まあ、こういうふうな多面的に見るためにもこの人間総合理工学科でいろんなまあ専門分野を学んでほしいなというふうに思っています。 で、まだ他の国もちょっと行きますよこれあのカンボジアという国がここにあります日本が日本がこの辺ですかねでカンボジアタイの横ベトナムの横挟まれたところですねでカンボジアの首都プノンペンにこういう多目湖というちょっと大きめの湖が北の方にありますでここはですね結構水質が汚れていてで 実際にちょっとまあプロンペンから近いのでプロンペンから近いのでここリゾート地に開発しようというふうな話が上がりましたで、えー、とリゾート地開発するにあたって湖の調査をちょっとするということで学生と一緒にねこういうふうにプロンペンに行ってで湖の調査をやりましただからこっち側がこれね青色がまあ,あの汚いで赤色がこれ汚くないっていうところなんですねちょっと逆にした方が分かりやすかったかもしれませんがまあそういうふうになってますでここがまあ超汚いじゃん ね、でここに本当はホテル作る予定だったんですけどこっち側にね作った方がいいんじゃないかっていうような結果がこういうふうに出てますでこれもね人間総合っぽい、えー、実際に調査するのは我々ですで地図書くのってこれ GIS っていうソフトを使ってますが GIS については都市計画の先生とね一緒にこれを作りました でじゃあ実際にホテルを作りましょうって言った時にどういうホテルを作るかっていうのも学科の中で一緒に考えたりして、まあ、こういうことどうですかみたいなことも提案できるというようなこともあります。でこういうふうな、ね、こういうホテルにしましょうっていうんですけどちょっとねこれはあのまだ進んでないんですが、まあ、こういうことも今考えています。でこういうことをやろうよっていうふうに、まあ、国家開発大臣と環境大臣ですね湖の開発プロジェクト これ私ですねについてプレゼンしてでじゃあ湖の浄化と引き換えにやっていいよみたいなねちょっとあのえ浄化すんのみたいな話になったんですけど、まあ、そういうことも、えー、今やっていますはい。 なので、まあ、こういうふうに、ね、海外のプロジェクトも結構楽しくやってますのでぜひ、ね、あのコロナが落ち着いたら一緒に行きましょう、まあ、コロナが落ち着くまではなかなか行けないんですけど例えばベトナムインドネシアベナンあとフランスというようないろんな国でやってますので一緒に行こうということですねあとは、えー、先進国のインフラのファクトですが皆さんにちょっとクイズがあるんですけど人口減少がピークに達したの何年前か知ってますか、ねえーとまあ、新聞の記事では なので6年前6年ちゃちゃ8年前ですね8年前に実はね10年前か10年前ぐらいに人口減少はピークに達してますねだからいつの間にかね人口減少社会に今突入してるんですよ気づいたらもう減ってますよ毎年毎年減ってるんですねで、えー、ともう一つですねこの人口が1億人生きるのは2000何年ですかということですねこれも衝撃で 人口が1億人生きるのは今から30年後です。言いうとみんな何歳ですか私はですね70歳ぐらいかなだ大体いい70歳ぐらいですよだから中央大学はお疲れ様でしたね辞めた時ですねちょうど、はい、70歳です <laughs> で皆さんで言うとた多分ね50歳か40歳代ですかねちょうど。 えー、働き盛りの時ですよが日本の人口が2割減るというような衝撃的な、えー、結果になってますでこれ当たる結構当たるんですよね人口減少っていうのはその時何が起こるかというとあのオバマ大統領っていうトランプ大統領の前の大統領がの時に、えー、と水道のね事故が起きました何が起きたかというと水道の中に鉛が入っていてでそれをみんな飲んじゃって、えー、と病気になるということが、えー オバマ大統領の時に起きましたもう最近ですだからつい最近アメリカで水道の大事故が起こった。なんでかというと,、えーとね、もうインフラが古くなりすぎてで人でもいなくてでどんどんインフラが古くなって事故が起きてしまうということが起きました。でこれはまあアメリカの問題だから日本関係ねえじゃんと思うかもしれませんが大体インフラの構築年数を見るとアメリカは今50年目です。ね。 って50年目日本は今30年目ぐらいなのでちょうど20年後皆さんが50歳40歳になる頃にはこうなるわけですねいいですかこれ今アメリカで起こってることは、えー、日本に今後起こることというふうに思ってもらっていいと思いますでそうならないために今やっぱ我々が注目してるのがスマート化ですねもうどこでもスマートスマートって言ってますよね IT と水を組み合わせたきにどうなるか 言ったら今ね管理がすごい大変な水インフラをスマートにできないかといったことを考えてますで内容としては今埼玉県の浄水場いろんなデータを取ってるんですねこういうふうにまあ内容はちょっとねさておきいろんなデータを取ってますでこのデータを使ってじゃあ浄水場をね自動で運転できないかといったことも今やってますでこういういに、あのー 青色が実測値で赤色が、ね、予測値なんですけど、まあ、こういうふうに水質もです、ね、あのそういうデータを使うと将来の予測ができるというふうになって将来的にはです、ね、こういう、まあ、脳があって、ねえー、ともう自分できれいにするよっていってあの自分で、ねえー、と水をきれいにしてあの送り届けるような世の中ができるんじゃないかということで今スマート化というのも現在注目してます。 でまあ、こういうふうに厚生労働省と共同研究をしたりして日本中ですねこの水をスマートにするといったことも今やってますでこれは非常にあのホットなトピックで、えー、と AI で水道管の交換の時期をとか交換の場所を判断するプログラムをこのね加藤さんという人が作ったんですよでこの作ったら去年ですね40億でこのプログラムを売れたということでもしねこういうことができれば 一攫千金なので、まあ、一緒に起業しようぜということで <laughs>、えっとぜひ皆さんあのよろしくお願いします。あとは地方創生、最後の地方創生ですね。えっとまあ地方でですね、もう今後地方の人がどんどん減るということで、地方の現在未来っていうのを非常にね着目しながら今後研究していかないといけない。ということで、えっと2年前かな、秋田県二貨市で、えー、若者が自ら描く未来討論会というものをやりました。 これは秋田県に,にかほ市で、えー、まあこういうね秋田大学とか専修大学中央大学、まあ、我々中央大学の学生が行ってでにかほで今後どういうことをやればまあいいのかといったことをプレゼンしましたで学生が作ったプレゼンでタイトルはですね「鏡王鏡世界で一番持続可能な田園都市はどこだと」「にかほです」っていうようなプレゼンをしたわけですねで、えー、とこれも新聞に掲載されたんですけど、えー、と学生が実際にプレゼンをして、えー、持続可能な まあ、地方都市を作ろうとでそうすることで、えー、と世界で,、えーでえー、SDGs 未来都市というもので、えー、こちらの二か方を、まあ、これから盛り上げていこうということをプレゼンしましたなのでまあですねこれもコロナが落ち着いたら一緒にですね地方都市で、まあ、コンサルティングをしようということで、えー、まとめました。 なのでこの水と人間相互の関係なんですが水っていろんなものに関わっていて、えっと、いろんなところの基礎になってるベースになってるような学問になります。これを使って地方創生であったりエネルギーの問題であったり健康科学、えっと、グリーンインフラ SDGs というものを、えー、にアプローチしていきたいというふうに私は考えています。 最後人間総合の学生の特徴と教育の成果についてお話ししたいと思いますで、えっと、人間総合の学生は結構ですねあの外,外向き志向が多くて、えっと、交換留学の派遣は毎年10名以上行ってますねなのでけっあのこれは中央大学の全学部学科中トップになりますで理系国内最高の割合になります であと資格への関心が高くて、えー、と例えば統計検定2級ってすごいねまあまあ難しい試験があるんですけど、まあ、毎年、まあ、あの10人20人合格していてあと技術司法も累計45名ということで非常に多いです。で、まあ、卒業研究のレベルも高いとあとは大事なのが就職率なんですが、まあ、全員が志望企業に就職できています。 で具体的なところは、まあ、ここに書いたようなな感じになっていいます、まあ、いろいろねインフラ系であったりとか医薬科学系もしくはコンサルタントシンクタンク系また公務員もいますし広告マーケティングというような多様な分野に就職をしています。 ということで、えっ、ー、と皆さんですね、よくある学生をですね、スタッフ一同お待ちしておりますので、えー、ぜひ、えー、この人間総合理工学学科、えー、受験してもらえればなというふうに思います。以上になります。どうもありがとうございました。